こんにちは、クリカナです。ハートフルライフでは自分らしく生きている女性にインタビューしています。その後に星野陽子さんとクリカナでコメントしていきます。今回はナチュラリスト、インナービューティーブランドルーツーブランドマネージャーの石城千佳さんにインタビューしてまいりました。全4回に分けて毎週1回ずつ配信していきます。今回の3回目は、仕事、人間関係、30代、結婚観、お金、健康などについて伺いました。では次に仕事とかについてなんですけれども、今正社員で、フルタイムで、はい、ルーツーさん、はい、で働いてらっしゃるんですよね。はい、でその他にもいろいろやってらして、はい、こう結構忙しいかなと思うんですけれども、はい、時間とかのマネジメントとかどうされてますか？わ、もうひたすらトゥードゥーリストを作って、トゥードゥーリスト、うん、はい、消してきてます。あ、はい、あの消すのも爽快ですよね。そうですね。で、あの達成感が得られるので、で書くようにしてますね。あの金曜日の夜には。来週1週間の仕事のスケジュールと、あとプライベートでこの日に何をやりたいとかを入れて、それをこうできなかったら次の日持ってってってしながら、はい、しています。あんまりにもこう持ちつこうありますあります。それどうにかしなきゃっていうのが結局時間管理なのかなとか思ったりもですよね。流れてっちゃうからわかります。あります、あります。難しいですよね。なんか大きなビジョンがあったりとかするんですか？そのインナービューティー関係ですかね、大きなビジョン、大きなビジョン、そうですね、あの体の中から笑顔になれる、はい、そんなインナービューティーの、それがいいな、なんだろう、クラスみたいなのを作っていけたらいいのかな。ちょっとまだ先のことは見えてないんですけれども、あの今多分一番私らしく入れる、私らしいことってそういう部分かなと思ってます、ですね。なんかいっぱいフォロワーがいそうですね。ね、でもあのすごく自分が辛かった30代があるので、あのそういう方たちが、で独身でね、あの40代で独身でこれからどうしようとかね、思ってる方とかもいると思うんですよ。でも結婚が全てじゃないし、仕事が全てじゃないし、お金が全てじゃないし、一番大事なことって、あの自分が心が元気であることだと思っているので、あのそういうところをちょっとでも、あのなんだろう、私が頑張ってる姿でって言ったら、あの友達にそれ結婚しないって言ってるって言われて、いやそんなわけじゃないんだけれども、でもなんかそういうところを私が見せることでちょっとでも、あの勇気っていうんですか、をあげられ、分けてあげられたらなと思います。30代の時にちょっとなんかこう、あまりパッとしなかったっていうのはどういうことだったんですか？それはですね、悩みというか、あの私33歳の時に、ある日突然母が亡くなっちゃったんですよ。そうなんですか。で、あの突然お風呂の中で、でもう直前に電話で喋っていて、でその時お友達と近所で飲んでいて、夜中にね、で、あの弟が何回も電話を鳴らすんですけど、なんでこんな時間に鳴らす、まさかそんなことなんて思ってないから、もう永遠に無視しまくって思ったんですよ。でそしたらもう夜中の2時ぐらいなのに、すごいどん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 鳴らしてくるから、出たらって言うから、出たらお母さんが亡くなったっていう話を聞いて、で多分それが受け入れられなかったんですよね。で想像もしてなかったし、でちょうどその頃って、あの周りもね、結婚して子供が生まれて、こう自分の赤ちゃんと自分とおばあちゃんっていうのをずっと見て
あのそういうのが目の前にどんどん見えるわけですよ、うん、でなんかそういうのがすごく私の中で、うん、私もまあすごくわがままだったんだと思うんですけど、うん、自分のことでいっぱいいっぱいで、うん、でどうしたらいいか本当にわからなくって、うん、で結局それを乗り越えるまでに 4,5 年かかってますね、うん、4,5 年 5,6 年え、それで乗り越えたって自分で思うんですか？前と自分はちょっと落ち着いたとか、うん、そういう意味で感じるということですか？いや、私ね、あのこれいいですか喋って、うん、はい、あの要はあのなんだろう、あの家族を失った鬱になっちゃったんですね、うん、でその時にあの突然ないもない、うん、ないんですよ、ないきあの金額は全然ない通帳をリストにしだしたりとか、うん、保険何入ってるとかリストをしだしたりとかして、うん、あ私何やってるんだろうってちょっと自分で、うん、あの死ぬ準備を知ってた自分がいたんですよ、うん、それぐらい、うん、もう真っ暗闇、うん、で出口もなく、うん、ですごくあの5階の部屋に住んでたんですけど、うん、窓をこう開けて下を見てたりとか、うんうんうん、全然眠れなかったりとか、うん、そんなことをずっと繰り返してたのがそれぐらい、うんうんですね、であの本当に私今の会社の社長に感謝してるんですけど、そんな私をずっと見ててくれたんですよね。でふと気づいたらあのもうお友達たちもみんな家族が出来上がっていて一人だったんです、うんうんうん、で30代後半、うんうん、で私このままじゃいけないなって、うんうん、ある日突然思って、うんうん、でも4年も5年もブランクがあるので、うん、何をしたらいいかわからない、うん、じゃあその時に、うん、とりあえずできることを全部やってみようと思ったんです、うん、それが英会話を始めたりとか、うん、一人旅に行ったりとか、うん、あと何言ったらフラワーアレンジメントとか、うん、なんかいろいろやりましたね、うん、あとあの毎週水曜日に映画を見に行こうとか、うんうん、もう本当にそんなすごくちっちゃいところからなんですけど、いろ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 やって、うん、それからちょっとずつちょっとずつ変わってきたかなって、うん、あとサルサダンスとかも習いましたよ、うんうん、でもよく動けましたねそうやってね。そうです ね, そうですね、本当にそう思います、うん、でそれがまあ続いてるのが英語だったりとか、うん、まあ、着物もそうだし、うん、そうですね、うんうん、でやっぱりあのその時に支えてくれたお友達とかがすごく宝物ですね。そうですね、はい、お母様ってどういう存在だったんですか？やっぱり非常に大きい存在だったんです。どうなんだろう、私あのうちの姉がね、うん、すっごいおしゃべりなんですよ、うん、すっごいおしゃべりで、もう姉がいたら姉のワンマンショーみたいになるぐらいで、ちっちゃい頃から。なので私自身はあまり自分の話をする人ではなかったんです、うんうんうん、そうですよね、家族で一人だけ真ん中だしね、聞いたりしてる。そうなんですけど、うん、そのそんな私をきちんと理解してくれていた。で、ね、で学校から帰ってきても別に学校の話も私しなかったみたいなんですね、うんうん、で先生からちかちゃんはどうなんとかなんとかですよって言われて初めて母は知るみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、多分そういうのも、うん、ずっと見ててくれたんだろうなって思います。で、あの、まあね、最近もうお子さん、お友達のお子さんも大きくなってきていて、いろんな話を聞くと、あ、私も母にすごい失礼なことしちゃったなとか、うんうんうん、今になって思ったりすることが、うんうんうん、あります。はい。今後も独身を貫くとかそういう感じですか、それとも成り行きでもしかしたら結婚するかもしれないし、はい、という感じですか？成り行きですね、うん、あの結婚ってゴールじゃないってすごく思っているのと、うんうん、やっぱり私母を亡くしている時にすごく大変だったので、うん、次順番からいけば父じゃないですか、うん、であの形だけはいらないってすごく思っていて、うん、そのそういう、こう自分にとって一番大事な時に、うん、心が本当に大変な時に、うん、あのきちんとそばにいて見ててくれる人、うん、何をするわけでもなく、うん、理解して見てくれる人とパートナーで
パートナー、それが形として結婚なのかもしれないし、うんうん、そうじゃないかもしれないけれども、そういう人と一緒にいれたらいいなって思ってます、うんうん、なのであの婚活とかはあんまり興味がないって言ってるから引き寄せてないんですよね、うん、きっとね、うん、いやいやいや、多分素敵な方がいらっしゃる、うん、うん、どうでしょうでももしずっと一人で、まあ、結婚してもそうなんですけれども、うん、お金のこととかってすごい心配になったりしませんか？します します？しますけど、しませんっていう、いやどうなるのかなと思うんですけど、うん、でも自分一人の、 あのすごくお金持ちになりたいわけでもないし、うん、あの自分一人の食いぶちぐらいだったら、うんうん、なんとか生きていけるかなって思っています。なるほど、はい、でも一人の不安とかってありますか？あります。私右手骨折したんですね、あの去年の年末に、年末に右手を骨折して、で1ヶ月半ギブスで、ギブス外れてからも使っちゃダメだっていう、鉛筆以上のもの持っちゃダメだって言われて、それが3ヶ月。そんなに長く？そうなんですよ。で一人暮らしじゃないですか、で左手ってこんなに使えないんだっていう、思いますよね、うん、本当にもう最初歯磨くのもすごくこう思い通りに動かなかったりとか、でここあの指の先から肘の下まで全部ギプスなので、もう何もできない、字も書けなければ。髪洗うのどうしました？髪洗うのはあのビオライターの友達が頭マッサージのこういう機械を送ってくれて、それで左手でずっと、なるほど、あのゴミ袋を右手に巻き、左手で機械を持ちでやってました。でその時にあのすごく大変だなって思っていて、そうでもあんまりね大変だ大変だって言わないようにしようって思ってたんですけど、あの治るわけじゃないですか、私の右手は、時間が経っては。そうですね、で一時的なものだし、なので大変って言わないようにしようと思ってたんですけど、思って言わなかったんですけど、でもやっぱり大変でした。ですよね、時間がかかりますからね、まず一日の生活に。そうですね、すごく大変でした。でまあやっぱり健康、体のことですよね、体が壊れちゃった時に一人は大変だなってすごく思うので、そのためにも健康って大事だなって、うん、ですよ。だってこうやって3人で笑えないし、そうです、そういう今がやっぱ楽しむっていうことは健康じゃないかな、はい、思います、うん、どちかさんはお母さん亡くなる生まれてからちょっと大変だったようですよね、うんうん、そう、33歳だから結構ちゃんとした年齢ですもんね、うん、こう親との関わりとかも、そうです、ね、自分の中でお母さんの存在があったから、きちんとその場所が突然、しかも身内で、ちかさん見てくれてた人が突然亡くなっちゃうなんて。そうですね、うん、やっぱり私も母亡くした後は結構辛かったですね、うんうん、なかなかやっぱり母親の存在って非常に大きくって、うんうんうん、影響を与えられてたので。そうですよね、うんうん、のこさん40代ぐらいの頃、40前半ぐらいですよね、はい、まあ、がんだったので、そのなんていうか、こう気持ちは、なんとなく気持ちの準備はできてたような気もするんですけれども、でもなんか、やっぱりもう亡くなるっていうのは分かっていつつも、家族の中では、お葬式の話とかしたくないんですよ。全然何も準備できてなくって、なんかそういうのありましたね。もう亡くなってからみんなで慌てるとか。そうですよね本当にいなくなるんですもんね、っていう、やっぱりなんか信じたくないっていう気持ちとかがあったんだと思うんですけどね、ですよね。でもそういうなんていうか暗いトンネルみたいな時期をね、ちかさんはこうどうにか抜け出せて、それはやっぱりいろんな活動されたからかなって思いますけど、すごい。でもその4、5年ちょっと
ちょっとあのご自分の中に入られていて、それから一歩やっぱ抜け出すために、まあ、自然と動かれ始めたんでしょうけど、うん、ね、やっぱそれでそのままあれになっちゃう方もいるから、うん、そこでこう動かれたのが、そうですね、そのままじゃやっぱりダメだっていうふうに思ったんでしょうね。ね、自然と自分で趣味も見つけたり、いろいろやってみたりっていう、それ行動してみようって思うんでしょうね。そういう時期が来ると人間って。ああ、そうですね。うんうんうん。まあ確かにそういう時間とか多分必要なんですよね。必要。うん、絶対それは私、時の大切さって30超えてから分かりました。それまでよく時間解決するとか、まあ、いわゆるよく典型的なあれではありますけど、全然全くそんな言葉だけって無視してたけど、すごい30超えてからあるんだなって思います。うん、私も子供たちが独立して初めて一人暮らしになったんですけど、うん、本当になんかロスっていうか、カラノス症候群というか、そっかそっか、うん、なかなかね、いろんなことができなくなって大変でした。そっか、陽子さんってだって一人暮らしってなかったですよね、うん、そうなんですよ。ずっとご家族とか、新しく自分が家族を持ったりとか、お子さんいたりですもんね、はい、だから、あ、かわいそう。私だから大学に入るときに初めて一人暮らしして、まず、まあ、一人部屋じゃないですか、はい、学生会館とかではなかったんで、うん、このドアの向こうは外じゃないですか。それに1ヶ月ぐらいずっと怖くて。あ、本当に。そうだって危ないじゃん。普通に、だお、なんか危ないですよね。普通に考えたら、家だったらか、なんか危、なんか外は危ないじゃないですか、泥棒みたいな。もうだからすっごい怖くて最初、すっごい怖いなって思って、でも親には絶対怖いとか言われなかったけど、だから毎日友達と電話しました。あ、そうだったんですね。うん、それをやっぱり今やったら、うん、なんかかわいそうって思う。また違うと思いますけど、もちろん。はい。まあ大人なんであれなんですけど。でもなんかこう、私本とかなんか書きたいと思いつつ、うん、その3冊目の本出してから2年以上経つんですけど、はい、結構その間ずっともがいていて、うん、書きたいっていう気持ちがあるのに、うん、そっちに向かえなかったりとか、手持ち無沙汰になるのかな。いや、なんか自分としては理想があるのに、なんかそっちに行けてなくって、うん、理想っていうのは自分のその書きたい理想ですよね。もう子供もね、うんうん、育ったわけだし、はい、あと残りの人生は自分の好きなことやればいいと思ってるのに、うん、なかなかそっちに行けない、はい、動けないっていうのがあって、うん、やっぱなんか暗いトンネルみたいなのがにずっといて、どっち進んでんだか分かんないとか、戻ってしまってるのかなとか、はいはい。あの、陽子さん全然そういう感じに見えなかったから、よくなんかチャイルドロスみたいな感じですよね、多分。そうですね。うんうん、そんな感じかもしれない。ね。まあ、でもそれがスカイプで連絡したりとかもしてるんですけど、うん、全然そういうなんかよくニュースとかで見るようなのって多分すごい激しくなっちゃう方たちですよね。陽子さん全然それがないから、だからそのなるのとならないのとで差があるんでしょうね。あ、何か。まあ、仕事してるとね、うん、その義務感でいろいろやったりとか、仕事っていいなと思いますけど、うんうん、だってなんか、やっぱりやんなきゃいけないって思うと、はい、それだけでも活動になるので、やっぱ人って必要とされることが必要ですよね。うん、そうですね、うんうん、すごく、はい、うん。それは多分生きがいなんだと思うから。うん、私はなんか抜け出せたのは、いろいろ講座とかに行って、うんうん、余計なんか、うん、その理想とのギャップが感じてなんか、はいはいはい、余計ダメになったりした講座もあるんですけど、講座自体はよくても、なるほどなるほど、自分とのね、はいはい、ギャップとかで、ただ4月ぐらいに行ったブックライター塾では、はい、ちょっと自分の可能性というかやりたい方向がやっと見出せた感じがあって、あったんでしょうね、うん、タイミングとかそういうのもね、うんうん、あと感覚とかそこの雰囲気とか何かとか、そんな感じで今やっと抜け出せてきた感じなんですよ。なんかそうすると、うん、安心しますよね、自分も、うん、へえ、うん、
やっていけそうだっていう感じがね、素晴らしい、はい、ね、いいです、これから楽しみですよね、うん、自分でもやりながらが楽しみですね、はい、やることが、うん、そうですね、うん、はい、そっか、私トンネルが、私結構その小学校6年生で母が突然死んじゃったので、それから多分ずっとトンネル、まあ家庭のことはずっとこたこたあって、父と結局私一人っ子なんであれなんですけど、まあずっとあって今でもやっぱりあるんですよね、ずっと常に。でもそれが年々まあ大人になるにつれて多分自分の中で置き場所が決まって、心の中のだんだんそれに気持ちが、昔20代まで全部左右されてたんですよね、それに、自分の毎日の気持ちも何もかも、でもそれがだんだん自分でなくなってきたんですよね。それでやっぱり、あ、年っていうのもあるなって思ったり、そうそうそう、でもやっぱりいろんな方と会ってこう話したりとか、行動しないことにはっていうのはありました。まあ、そこの行動できるところに行くまでがみたいな時もありましたけどね。ありますね、でもまあやっぱり 誰かが何かをしてくれるとか、待ってるっていうのは多分もったいないですよね。そうですね、ちょっと嫌でも外出ていくとかね、やんないと、そうですね、陽子さんのそれ聞けたのが良かった。お聞きくださりありがとうございました。次回一条千佳さんの最終話4回目は、一歩踏み出せる源、意識を変える、女性で良かったこと、今後の夢や生き方などをお届けします。楽しみにお待ちください。